まあ今日も電池が余ってるので、電池と気力が余ってるので、なんか風邪薬の影響か、ちょっと元気なんですかね。風邪を治さないといけない。寒さのピークっていつぐらいなんですかね。去年雪が降ったのも覚えてますけどね。ちょうど1月15日ぐらい、成人式はあるかないからね。展示会、次の日がなんか車の展示会、センター試験があるという。またセンター試験何回も受けられてますからね、僕も。嫌な思い出ですね。で、まあいろんなところに行って、まあ良かったなっていう話なんですけど、まあ僕も動画に命を注いでるというかね、まあ許されるなら僕10万ぐらい撮ろうかと思います。許されないならもう消えるしかないですけど、誰が許すかって言ったら、YouTube の上の人が許すか許さないか、ね、判断なんです。まあどうでもいいからやめろ。まあこれ、このトーク